こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、ゼンフィンネットワークという暗号通貨、これはね XDC という XDC というねシンボルで表されてますけども、こちらの通貨の解決するべき問題っていうのについてちょっとお話ししようと思うんですよ。ここにね、私もねやっぱりね改めて魅力を感じますね。というのが、こう膨大に膨らんでくるこのファイナンスですよね、金融システムに対して各国の政府は追いつけなくなってるわけなんですよ。この資金需要ギャップっていうのが今ね5兆ドルぐらいあるとされてるんですよね。その5兆ドルの負荷を埋めるために開発されたのが XDC、 いわゆるゼンフィンネットワークというものだという位置づけなんですよね。でこの問題っていうのは、これから直近に求められるであろう需要をかなり反映していると思われます。まあ、ですんでね、ああでもないこうでもないというふうな資金需要ギャップを埋めるための各国政府の動きが、特にね後進国と言われている国ですね、発展途上国においてはこれがね早急に必要なんですよ。というのが、後進国はなんで後進国かというと、国にお金がないから、お金の流通が起きてないからなんですよ。例えばまだね物々交換みたいなことをしていたりとか、そもそもその銀行が発達していないとかね、で個人でお金を持っていたりとか、お金でやり取りする例が少なかったり、いわゆる家畜何頭と米何個何頭みたいなことを交換するみたいなことも行われていたりするわけなんですよ。でそこに銀行っていうインフラを作っていたりとか、そのためのね銀行口座を拡充したりするっていうようなことをすると、ものすごくね、資金需要ギャップって埋まるのに時間かかっちゃうんですよ。だったら多くの方が手の中にあるスマートフォンを通じて暗号通貨ってもの、ブロックチェーンってのを使って、その資金需要ギャップを埋めていったらどうなるのかってことで XDC っていうのを使われるんですよね。でその XDC っていうのはどこを中心に展開されるかっていうところも理にかなっていて、主にはね、アジア地区とか、それからアフリカとか、どちらかというと小さなね島国とか、こういったところにフォーカスを当ててるっていうふうに私はね解釈したんですよね。ということはですよ、金融が発達している国でさらに過当競争に歯止めがかからないようにね、そこに参入するんではなくって、金融に関してまだまだね未発達なところを銀行とかクレジットカードをすっ飛ばして、いきなり XDC みたいなのを使っていったらどうかなっていう発想だと思うんですよ。今のところ私が解釈しているのはそういう形なんですけども、これについてはね、確かに他の暗号通貨もやってる部分があると思うんですよね。あると思うんですけども、やっぱり同じ方向を向いてるってところと、このこれから探ってみないと分からないところがありますけども、このゼンフィンに関しましてはね、ものすごく独特な得意分野を作ってるんだろうなと思うんですよ。今ねホワイトペーパーなりロードマップとかを見させてもらってるんですけども、まだその可能性に気づいてる方が少ないんで、まだこの価格で落ち着いてると思うんですよ。ね、例えばねゼンフィンって XDC って今3円とか4円なわけですよ。ちょっと前に見た時、本当に私が初めて気づいた時は2円だったんですよ。でもやっぱりね上昇幅が 30% か 40% あるにしても、まだ2円が3円とか4円になったレベルなんですよね。ということは、今その安い価格、例えばね1通貨5円で売ってるとしても、1万円で、だから20通貨買えるわけですよ。でこの20通貨っていうのが、これからどんどんね認知されることによって、少ない資金で大きな含み益を取ることが可能なんじゃないかなと思ってるんですよね。あとはね、取引できる販売所とかがちょっと少ないですよね、まだね。ここがミソなんですよ。いわゆる誰もが手軽に買えないんで、必要性に迫られてもウォレットを作るのがめんどくさいとかややこしいとかっていうので、特に日本人は買わないです、だってコインチェックとかビットフライヤーを通じて買う方が多いでしょ。でもここの手数料ってバカ高いわけですよ。でこんなところで暗号通貨買ってたら儲かんないですよ、本当に。儲けることは至難の業です。でもゼンフィンっていう、いわゆるね私たちにとってマイナーな通貨なんですけども、この通貨は決められた取引所でしかまだね流通してないんですよ。だから入手が難しいといえば難しいです。ただ覚えれば本当簡単ですよ。ワンツーステップで購入することも売却することもできますので、そう考えていくと、今日本人が買いにくいからこそ手を出すチャンスだと思いますし、手数料もねやっぱりそれなりに抑えられていますので、すごく購入がしやすいかなと思うんですよ。そういう意味で言うと、わざわざね高い手数料、例えばこの前エンジンっていうのをコインチェックで上場されたからっていうんで、50円ぐらいの時に私10万円分買ったんですよ。10万円買った瞬間に5000円手数料が引かれてるわけですよね。で販売する時にもやっぱり5000円ぐらい引かれてるんですよ。何なんでしょうねこれはね。私はねたまたま60円ぐらいで売れたんでよかったですけども、それでもねこの行って帰るだけの10万円行って10万円帰るだけで1万円とか取られてるわけですよ。まあ、ちょっとやってられないですよね。そういう形で私はね、日本の暗号通貨取引所っていうのは非常に使いにくいなと思ってます。
だから投資でやるんだったら手数料ってものすごく大きな問題なのに、投資でやるはずなのに日本の暗号通貨の取引所を使ってる例が多いでしょ。だからそれはね、投資を行うマインドとしては手数料の高さっていうのはものすごく気にしないといけないのに、そこをあまり気にしてないってことは、まあ利益にものすごくね、まあネガティブっていうかね、後ろ向きなんじゃないかなって私は感じちゃうんですよ。それこそ10万円ポッチのやり取りで5000円なんて抜かれてしまったらやってられないですよね。これは私はそういうふうに思うんですよ。だから取引通貨のその手数料の安い海外の取引所もたくさん持ってるわけなんですけども、でそういうところでね、ジンフィンっていうのは割と手軽に買えるんで、私としては全然ストレスがないんですよね。だからこのジンフィンっていうのは、まだまだ購入してないんですよ。私は購入も進めませんけども、注目してもいい通貨には急速になってきましたね。ということで今日はジンフィンネットワークの可能性と、買ってもいいんじゃないのぐらいの気持ちをちょっとお話ししました。実際に私が購入するのはもうちょっと後になると思います。例えば5円を突破しそうだなっていうような、まあね、裏付けとかが集まったらですね、私そのジンフィンの公式サイトだけ見て判断しますんで、その他の噂とかね、あの個人的な感想っていうのは見に行かないです。もう全てはこの公式発表を全て信用してやります。というのがこれが ICO ではないからなんですよ。 ICO はね、有名人を使ったりとかね、ガンガン売った後消えるっていう、飛ぶっていうパターンが多いんですけども、すでにね上場してますからね、これはなかなか狙い目があるんじゃないですか。いいですね。これよくね、1円とか2円で買った人がいますよね。すごいと思いますよ。よくこれ見つけたなと思います。ICO で買った方がもしいたらご連絡ください。いろいろ話聞いてみたいです。では。